エキスパウダー豚肉を含む。はい、じゃあ、さよ皆さんこんにちは。はい、本日皆さん僕一人スタートということで、本日もアニにドッキリをしていきます。本日はですね、宗教ドッキリでございますよ。僕らのチャンネルでは宗教ドッキリ結構評判がいいんですよね。この動画も評判が良かったし、この動画も評判が良かったんですよ。本日はですね、イスラム教のアニに豚肉を食べさせていこうと思います。ってことで本日の企画、イスラム教のアニにポークエキス入りのポテトチップスをレビューさせますよ。そうですよ皆さん、本日は豚肉のエキスが入ったポテトチップスを兄に食べさせてレビューさせていこうと思います。じゃじゃーん、片揚げポテト。皆さんこれ知ってるよね。スーパーやコンビニとかでよく見るやつだよ。僕らはね、ちなみに食べたことがありません。エムレと俺は、まあ、MNA は本当にね、ポテトチップスとか全然食べないんですよ。お菓子もあんまり食べないんですけど、本日はですね、こちらを兄に食べさせていこうと思います。皆さんなんか気づいた？気づいたよね。開いてるんですよ、開いてるんですよ。なんと中身タラなんですよ。皆さん、僕もイスラム教なので、イスラム教同士にそんなひどいことできませんよ。兄は豚肉を食べたと思うんですけど、実際兄は豚肉を食べてないんですよ。どういうことかというと、オニオンパウダー、豚肉を含む、まあオニオンパウダーの中に豚肉のなんかエキスが入ってるっぽいんだよね。さすがにこれは兄に食べさせません。兄にはこちらを食べさせていこうと思います。こちらにはね、ご覧の通り豚肉は一切使用されておりません。同じブランドなのに豚肉使用してるのと使用してないのあるのってすごくない？本日はですね、こちらの豚肉が入ってないポテトチップスを、こちらの豚肉が入ってるポテトチップスの中に入れていこうと思います。中身を入れ替えるんですよ。あれ、豚肉って書いてあるやん、俺さっき豚肉食べたってこと？って言って兄は発狂するんですよ。で、不自然じゃん、いきなりポテトチップス食べようって言ったら。本日はね、僕は考えてきたんですよ。案件をもらったと兄に言います。本日はですね、こちらの会社さんから案件をもらったと兄に伝えております。もちろん案件などもらっておりません。この動画は案件でも何でもありません。架空の案件を用意したんですよ。この動画を見ているイスラム教の皆さん、分かってますよ。今思ってること分かってますよ。おいお前、中身空にしたからってエキスはまだ残ってるだろうって。皆さん安心してくださいよ。僕はね、嘘じゃないよ。30回ぐらい洗いました。洗剤も石鹸もボディーソープもシャンプーまで入れて洗ったんですよ。もう何の匂いもしません。なのでポークエキスは1ミリも残ってないので、ご安心ください。早速ちょっと入れ替えていきましょうか。開けます。まずは一口。まあ味は違うんですけど、僕らそもそも食べたことがないので、そんな味の違いには気づかないはずなんですよ。この豚肉表示があるポテトチップスの袋の中に、薄塩のポテトチップスを入れ替えました。まずは普通にこのポテトチップスをレビューしていこうと思います。それでは皆さん、ポークエキスの入ったポテチをイスラム教の兄が食べたらどんな反応するのか、皆さんと一緒に見ていきましょう。はい、皆さん、兄が帰ってきました。おい、エムレー、早く来いよお前、この案件動画早く撮んないと。何で？もう動画待ってるから、お前ら遅いって言われたんだけど、企業から。それ今日なの？うん、言ったじゃん、これやるって。そんな直近でやるもんなの、案件って。いや、1週間前から言ってるやろお前。マジで？普通に本当に簡単な案件だから、レビューするだけ、感想を言うだけ。美味しいか美味しくないか、どんなところが美味しいかとか。なんか久々だな、この壁で2人揃って始めるんだ。まあまあ案件やるときはね、さすがにドッキリも何もできない。最近もういじめていじめられてるばっかだったからさ、ふざけんなよお前。まあ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 、早くやろうぜ早くやろうぜ。出てんの？いや普通に案件動画、いつも通り。早く決めようかね。早く決めようかね。いいよ、商品見えるよねちゃんと。OK、うん、いやそこまで最初、ね、そんなにね、案件やんないといけない。いくらもらったんだよ。いくよ、つけるよ。いくらもらったの？いいか、3桁ぐらい。案件だ、もらえるわけねえだろ、これで。いくよ。長編でしょ？そう、つけるよ、早く。こっからはもう案件だから、お前、言葉に気をつけろ。もともと僕、言葉気をつける人だから。しっかりとやらせていただきます。C じゃねえ、カットしてるんだから。まあ、そうだな。ふざけるなんて。はい、やろうぜ、早く。早くやる。イェーイ！うまいの、まず。一回味見しね。もう味見とかじゃないわ、お前。3桁ももらえるんだぞ、お前。これをレビューするだけで。だから一回味見して、もっとよりね、準備する心の。リアル感を出すために、味見なしでお願いしますって言われたから。はい、じゃあ、レース。よろしくね、こちら。どうしようか。本日はですね、日本のポテチを外国人がレビュー。よいしょ。はい、本日ですね、こちらの会社様からこちらのポテトチップスの案件を引き受けました。すごくね、こっから案件いただけるって。いや結構大きい会社だよね。まあ、でもそこまで見せるのやめて。もう一回もう一回。なんでだよそんな。お前なんかもう案件案件のチャンネル嫌なんだよね俺。いやいや、お前3桁もらってんだから。最初からこう見せる人いなくね。まあまあまあそうだな。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、日本のポテチを外国人がレビュー。はい、相手から
でもやってまいりました。久しぶりのスタートですね、この壁からの。はい、本日はですね、ドッキリも何もないですよ。ってことは本日はですね、レビューでございます。レビューです。食べ物レビュー、エブレが一番好きなものでございます。皆さん、スーパーやコンビニでこちらのポテトチップス見たことありますか？僕ない。いや嘘だろお前、これ見たことない。いや、あの MNN ね、結構ポテチがね、本当にもう食べたことないくらいね、あんまりちょっとあの距離置いてあるじゃん。え、でもお前これは見たことあるだろ。いや、まあだから何を見たか何を見てないか分かんないぐらいポテチのコーナー入ったことないの。いやいや、これは見たことあるだろ。これは僕食べたことない。それがただあの覚えてないだけかもしれないけど、分かんない、見たことない。いや、まあこれは俺ら多分食べたことないんだよ。え、あの定番のやつって、あの黄色いやつ。ああ、あのどこにでもあるやつね。そうそうそう、なんか黄色の薄塩みたいな感じ。あれは食べたことない人いないんじゃない？薄塩ってことで、僕ら普段ポテチを食べない兄弟がポテチを今からレビューしていきたいと思います。よし、早速じゃあエムレットに一口どうぞ。なんで僕から、なんでお前から行け。じゃあ行くよ。人生4度目ぐらいのポテチいただきます。4度目かわいいな。おー、コマーシャルみたいな感じの食べっぷり。あー、やべえ、なんか腹減ってきた、そうやりたい。え、俺普通ポテチしかね、あんま近寄れないの。もうなんか、わかんない、もう近寄れないの、距離置いちゃうの。あ、やっべえ、これ待って、俺今までに食べたことがないような食感、味。マジ？そんなうまい？なんか多分隠し味がこれ隠されてる。ほんとに辛った。あ、いいね、いい音、いい音。うん、うん、あの案件だからとかじゃなくて、僕は結構正直者なんで、うん、ダメなものはダメって言うし、うまい。あの、いい音もするね。やみつきです、これは。これめちゃくちゃうまい。うん、近づいて食べよう、うん、なんかさ、うん、僕ら本当にポテチ食べないんですよ、普段。うん、だからうまいって感じるのか、それかこのポテチがちょっと特殊なのかわかんないけど、確かになんか食べたことあんまそもそもなかったけど、そもそも想像もついてない、この美味しさ。確かに今までにないような味があるよね。そう、そもそもあんま食べてないから、ね、今までに食べたことなかった味とは言えないけど、なんか想像こんな感じじゃなかった、俺ポテチの味。なんかもっと、うん、脂っこくて、ね、もっとなんかわかんないけど、なんかもう、わーって口の中がなるような感じだと思ったけど、意外と、なんか、パリッパリッパリッみたいな感じで、うん、なんか進む。やばくね、やばくね。ポテチって言ったら詰まるかと思ったら、詰まらずに進むんだよね、これ。そう、本当にこれやみつき。進む君と、これ何味、そもそも。これはね、あの、ブラックペッパーです。ブラックペッパー。うん、ブラックペッパーそのままだね。ブラックなペッパー、ブラックペッパー味。ブラックペッパーの味はあんましないけどね。わかんない、だからピリッと辛いと言ってる。辛くはない。まあ俺ら辛いの強いから、多分このピリ辛は全然辛くない。甘く感じるんだから。うんうん、だからブラックペッパーがどんな味するか、薄塩がどんな味するかわかんないんですよ。うんうんうん、もうマジ何年ぶりだろう。まあ食べたことなくはないけど、ほんと数回しかないんで、ほとんど覚えてないです。うん、小学校のおやつの時間とか、友達と遊ぶときになんか無理やり食わされたみたいな。どんな友達だよ。無理やり友達がお前ポテチ食わせる友達いらねえよ。どういう友達だろうね、それ小学生でお前。いやでも懐かしいな、小学生に戻りたい。あの頃はね、な、妹の話とか聞くとさ、本当に戻りたくなるんですよ。なんか妹がね、最近ね、給食おかわりしたみたいな。うわ懐かしい、俺だって今おかわりできるよみたいな感じで、あの時はね、僕ね、本当にもう小食だったんでおかわりできなかったんですよ。うん、でも今思ってくるともう爆食いじゃん。うん、確かにね、バカ食べてんじゃん僕ら。だっていくらおかわりしても変わんないんでしょ、値段。まあここ、こいつこういうところにしかね、頭いかない。だからこんな案件取ってくるんだよ。だってここカット、お前だって4回おかわりしても同じ値段なんだろ。うん、なるほど、夜の分も食べればいい。4回も多分おかわりできないよ、人気なものは。ごちそうさまでした。マジでうまいですね。いや、うまかったね。はい、ちょっと最後あのこうやってやろうか、ペロッと。あの、やっぱポテチ好きな、あのポテチマニアみんなこうやってやるらしいから。なんなんお前それ。これだけで多分この動画バンね。え、でもさ、何の味が入ってたんだろうな、これ。なんか本当にね、今までに食べたことないような、うん、なんか味が隠されてる。ブラックペーパーって書いてあるじゃん。え、でもここに書いてあるじゃん、何が入ってるか。あ、そういうこと？うん、ちょっと読んでみて。じゃがいも、植物油、黒胡椒、それは黒胡椒だな。ね、テキストリン、何それ、食塩、砂糖、ブドウ糖、コーンスターチ、エキスパウダー、豚肉を含む。え、なに、なに、どうした、どうした、何この豚肉を含むって何。コーンスターチ、エキスパウダー、かっこ豚肉を含む。ええ、うん、やらかした。てかこの動画上げたらもう親も見るわけでしょ。そうだから、もうどっちにしろ上げなかったら上げなかったでお金もらえないし、結局お前が3桁のためにね、食っただけで終わった。豚肉を人生で初めて終わり。ああこういうとこだよな、プロじゃないんだよな、プロフェッショナルじゃない、ノンプロフェッショナル、終わってる、人生ボツ。え、どうする、どうする、どうするもどうしようもねえだろ、もう全部食っといて。うざげるな、ペロペロまださしといてよ、ね、うざげんな今さら。ペロペロしたんだよこれ、豚肉のエキスをペロペロしたんこうやって。まだした。まあでもうまいじゃん。
最悪な、もう今更うまいなとやめろって。いや、いいじゃんいいじゃん、もう食べちゃったんだよ。知ってて食うのと知らないで食うの違うで。まあでも知らないで食ったら別に大丈夫。まあ知ってて食ってんだよてめえ。まあうまいからいいじゃん、3桁だし。いや、いくら3桁だったとしてもあげられないんだって。ファミリーなんていうの、親になんていうの、みんな見るよこの動画。お前宗教じみたことはもうやめようぜお前。だから、うん、今までやってたことがもうあの逆転になるの、おかしくなるの、バーンってなるの。え、でもさ、俺らは今これ食ったと思うじゃん。目に見えるものが全てじゃないんだよ、ゆめるくん。舐めちゃったよ、なんだよ。俺らはこれを今食べた気になってるじゃん。でも実際僕らはこちらを食べたんですよ。一生ふざけんなってね、カロリーそっちも入ってんやろ。目に見えるものが全てじゃないんだよ、裏を見ろ。豚肉という字見える？ジャガイモ、植物油、カツオエキスパウダー、昆布エキスパウダー、ビタミン C は入ってないと思うけど。え？マジ？入ってるって！カロリー使いました！いや、ふざけるな、全く一緒やねん。ドッキリ大成功です。企業案件でも何でもありません。全く後ろも表も一緒、色違いで。薄塩味とブラックペッパーです。だからブラックペッパーの味がしなかったんだ。あ、これ薄塩なの？これ薄塩です。いや、マジか、焦った、ガチで食ったと思った。安心してください、僕らは豚肉を一切食べておりません。じゃあこの動画も案件じゃないけど。案件ではありません。うわ、よかった、こんな雑な案件やりたくなかった。はい、ということで皆さん、これが気に入ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。よし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 よで、ピンポン対応した後に帰ってきて分かんなくなって、まあまだ入れ替えてないかと思ってまた入れ替えちゃったんだよな。そういえばお前それバカって言うんだよ。それ間抜けって言うんだもんな。いや、もっとだよお前。これどうすんだよ、俺らガチで豚肉食べちゃうじゃねえかよ。お前イスラム教の話だよお前これ。まあみんなにはバレてないし親にもバレないか。いやみんなにも親にも企業様にもみんなにバレてる。で、この動画見た視聴者は親にもこの動画を見せるってことか。イスラム教の恥だな。マヌケにプラスイスラム教の恥じゃねえかよ、俺は。ふざけんな、お前何言うんじゃねえ、これ。お前、俺、ポテチ炎上だよ、ポー。